ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国トップ企業のマンション品質についてお話ししていきたいと思います。最近デフォルトを起こしてしまった中国碧桂園、別名カントリーガーデンの作っているマンションの品質に関して中国で話題となっているということで、そのお話をさせていただこうと思うんですが、碧桂園はいわば中国ナンバーワンの不動産開発企業だったわけです。2023年に入ってから業界7位にまで転落してしまいましたが、それまでの数年間販売契約ベースで国内最大の不動産開発企業だったんですね。最近になっても小規模都市で3000件以上の住宅プロジェクトを手掛けていまして、大いに実績のある企業ということで、その経営動向について当チャンネルでも追いかけてきたわけですが、この中国トップの碧桂園の作り上げているマンションの品質、厳密にはコンクリートの質がありえないレベルで低いということが中国で発覚してしまいまして、コンクリートではなく豆腐のカスのようだと言われ、悪い意味で注目されているんですね。今回はこの碧桂園の物件の品質について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。問題となっているのは河南省での碧桂園による不動産プロジェクトになります。動画でも情報が出回っているんですが、品質確認のために建物の床の部分を小さい金属製のスクレーパーと呼ばれる道具を用いて叩いているんです。普通のコンクリートの強度であれば皆さんも想像つくかと思いますが、金属製の道具で叩いたところでコンクリートが崩れるなんてことは起こり得ないんですが、実際に床を叩いてみると大した力を込めずに数センチ上から振り下ろす程度なのにもかかわらず、床がボロボロと崩れていくんですね。この報告を受けて地元の住宅都市農村整備局品質検査課は開発業者に修繕と補強を指示したと回答したんですが、中国のネットユーザーらはこれって本当に修理や補強でなんとかなるのかという至極真っ当な疑問の声を上げているんです。こんなもの誰も納得できませんよね。本来床というのは鉄筋と呼ばれる鉄の棒を鉄格子のように配置していく背筋という工程を経て、その後コンクリートを流すわけなんですが、背筋は基礎の寿命や強度にダイレクトに影響する非常に大切な工程となるわけです。そのため鉄筋も非常に丈夫で、ある程度太いものを用いるわけですね。しかしこの碧桂園が建設しているマンションの床は少し太めの針金程度の太さでしかないんですね。重たい家具を入れたりしていたらいつ床が抜けてもおかしくない、そんな印象を受けるものなんです。その上で金属製の道具で叩くだけでボロボロと崩れ出してしまうわけです。この崩れてしまう要因なんですが、そもそもこの素材はコンクリートと呼んでいいものか、そこから疑問が出てくるんです。コンクリートは通常砂や砂利、水などをセメントなどを用いて結合させたものを指すんですが、ここまで脆いということはセメントや砂利を極端に減らして水の量を増やしているのではないかと推察されます。いわば資材にかけるお金をケチっているわけですね。また水の配分が多くなれば多くなるほど粘り気がなくなるため、施工にかかる時間が短縮できるので工期の短縮ということも考えているんでしょう。中国製のビルやダムや橋が信用ならないのは強度や耐震性などを無視していることが大きいですね。そもそも今回の映像を見るに砂利が入っていないようにも見えまして、砂利が入っていないとしたらコンクリートではなくモルタルという括りになるんですが、モルタルだとしてもここまで脆くはなりませんので、やはり水の配分を大幅に増やしていると思われます。中国ではこうした強度不足の材料を用いた工事をおから工事と呼んでいます。これは1998年に江西省で完成直後の大堤防が決壊した時に現場を視察した当時の首相がおからのようだと言ったのが始まりですが、それ以降中国全
年度でおから工事が問題視され、ビルが倒壊したり、高層ビルの外壁や高架式の高速道路の下が剥がれたりと、無数の欠陥が発見されているんですね。中国ナンバーワンの碧桂園すらもこのような工事を日常的に行っているんですから、いかに中国の建築物が信用に値しないかがよくわかるのではないでしょうか。今回は修繕と補強を指示されたということですが、実際問題、建設品質の問題はそんな簡単に解決できるものではないわけです。こうした品質問題が発生すると、大規模な修理や補強が必要となりますし、物資などの面においても資源を消費するだけでなく、マンション購入者の生活にも大きな影響を及ぼします。普通に命に関わる問題ですからね。したがってこのような手抜き工事については、なぜこのようなことが起きたのか、そういった根本的な原因から突き詰める必要があります。根本的な要因としては、中国ではこうしたおから工事が当然のようにまかり通っているという悪しき風習があります。また現在中国の不動産開発企業は経営悪化に伴いマンションの工事が止まってしまっているんです。しかし中国は日本と異なり、建設する前に買い手に購入してもらい、先にローンの支払いが始まるという少し変わった仕組みを導入しているケースが多いんです。これにより不動産開発企業は資金を得た状態で建設をスタートすることができるわけです。しかし経営難に陥り、資材を買うこともできず、人件費も払うことができなくなり、マンションの建設が止まってしまう。そうなるとマンション購入者は毎月ローンを支払っているのにもかかわらず、一向に住宅が完成しないということで、経済を根幹から揺るがす大混乱が起きているんです。そのためとにかくお金をかけずに早く完成させて、とっとと物件を引き渡していこうと企業側は考えるわけです。その結果、さらにおから工事が蔓延するという悪循環に陥っているわけですね。この負のスパイラルはもはやどうにもなりません。こうしたマンションがどんどん増えていますので、いずれ倒壊の危機に瀕するマンションが乱立してきているわけです。中国の経済はハリボテだったわけですが、その中国経済を支えていた不動産自体もハリボテだったというわけですね。こうしたニュースを見ていると、つくづく日本に生まれてよかったと感じさせられますね。こうした不動産トラブルは今後も増えていくことが予想されますので、中国の方々にもご注意いただきたいところです。いくら中国が世界2位の経済大国といっても、これが実情と考えると厳しいものがありますね。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。